どうもやんです今日はですねおお店の幅を広げるととといいいいうことについてお話ししたいと思います、えー、僕はですね、えー、まあまあ小さいお店なんですよね個人でやってる一人のお店をこう一人でやってる一人経営一人施術者というところでこうやってるんですけどもあのー、そのまあまあ集客でまあいろいろこう 苦苦労労していいるとところ苦労というか、まああのー、そこまでそのうまくいきにくいというかそのまあ苦戦しているところは、まあまあ、あるといえばあるとい思いながらちょっとこう今はねその苦戦している状態が苦しい状態でもあったりそれをこうやる、えー、こう上げていく方が面白いかちょっと困難があった方が面白いんかなと思ったりもちょっとこうしてますね。それをこう 愚直にね、僕はそのどういうんですかねこう、うん、クラシックなやり方にこう今変えてるというかねその集客の仕方をもをや,やっぱりその商売の面白さというものをこう味わいながら、えー、集客をする売り上げを上げるという形をこう取っているというところでそれに気づいている方というかそういうことをいいなと思って。 ておられる方っていうのは基本的にはリピートになってくれてるんかなという感じはしております。だから あのー、表面的な、ね、価格であったりとかそういうことで、えー、お客さんがこうリピートしてくれてる形ではないというところその価格やったり近所の近さとかねそういうことも、えー、来ていただく理由には一応なるとは思うんですけどもそれがこう一番の理由ではなくもっと違うことが理由になってうちには来ていただいてるんだろうなというふうに 感じています,ほんで、えーとですね、その集客ねそのお店の,ねその魅力をこう上げるために、ね、やることっていうのが結局、えー、自分をこう成長させるというか自分をこう磨き上げていいくというとうころですね精神的にも肉体的にもその技術的にもいろんなところでスキルだけじゃないですけどいろんなことをねこう磨き上げていくっていうかねそういうことをすることによってあの。 お客さんというか人は寄ってくるんじゃないかなというふうに僕は考えてえ今年の1月からこう本格的にいろんなことをこう自分をこう上げていく磨き上げていくためにこういろいろやっているとで今もそれは続けているんですけどもえそれと同時にですねそれは僕自身僕個人のことなんでまあもちろんお店は僕個人でやってるんで僕のえ例えば魅力が上がるとかそういう。 できることが上がるともちろんそれで、えー、人は寄ってくるという、えー、かなというところはあるんですけどもそれと同時にですね、えー、自分のお店ですね自分のお店のその、えー、成長というかその幅幅を今日は広げると言いましたけどもその大きさですねその店のその表面的な大きさじゃないんですけどもその うーんお店のエネルギーといいますかですね、えー、お店のポテンシャルといいますかそ,のそれをこう上げていこうとその幅を広げるという表現を僕させてもらいましたけどもそういうことをこうしていこうと具体的にお店で えー、提供できるものというかその価値を上げることっていうことをこうしていこうというふうに、えー、考えておりますのでなかなかねほんまにやろうやろうと思ってなかなかできてないことが、えー、ニュースレターですね。でニュースレターをこうやるっていうことによって、えー、お客さんに喜んでもらったりそのお店の前には置こうと思ってる取れるように置こうとは思ってるんですけども。 そういういもものを見ててらってですねそのなるほどとかいうかそのニュースレターを楽しみにしてもらえる、えー、レベルまで持っていきたいというふうに思ってそれをこう作ろうと思ってるんですけどもなかなかその取り組めていないという状態ではあるんですけどもそれをしたいとそれを作ることによって、えー、お店としてのポテンシャルというかそういうものは幅は広がりますよね。でそれでは あの表面的ななものでではないです例えばメニューが多くなるとかそういうことではないんですけどもお店としてのそのエネルギー値が例えばあれあったとして今が50やとしたら50のエネルギー値の人しか寄せられることはできないと思うんですけどもそこをねニュースレターをしっかり毎月こう発行することによって50が52になるとして52になるその2によって 誰かがが引き寄せられるる可能性があるということですね、えー、これは100%ではないでしょうけどもこれをやっていくことによってこう可能性を広げられるんじゃないかなというふうに思っておりますほんで、えー、9月19日からかな、あのー、僕が取り組んでいることで言うとですね「和慢性の影やんというラジオですね、えー、ラジオ番組をねこう始めさせていただいたんですねそれはですね、えー、スマホのアプリでヒマラヤラジオというものがあるんですけどももちろん無料でね えー、インストールできるんですけどもそれをですね、えー、毎日更新ですね毎日朝7時にですね、えー、ラジオを放送しているとまあ5分から10分以内のね、えー、自分の、あのー、話自分っていうかそのお店にまつわるというかですねその お客さんとの会話の中でこう出てきたことであったりとか僕が休日に動いて何かやったこととか,なんか日頃の気づきとかねそういうものをこう話してるんですけどもそういうラジオをやることによって自分のこうお店の幅が広がるエネルギー値が上がる。 でこれが52からまた54になるというところでですねこう上げていくと。で来年からはちょっとこう来年の4月ぐらいから始められたらいいなと思ってるのがこう体操教室ですね体操教室をこうするということなんですけどもその体操教室をすることによってその、えー、近所でやるんではないんですね体操教室はもうちょっと田舎の方に行ってやろうと思ってるんですけどもそれはね、えー、師匠がね、えー、貸してくれるというそういう。 えー、そこでやっていいよと言ってもらわないとできないんですけどももしそれができるようになればですねその地域の人に自分のお店、えー、並びに僕ですね僕自身のことを知ってもらうことができるようになるというところでですねそれがこうどう変わっていくかただお店の幅は広がりますよねそれが54から56になるということでちょっとこう幅が広がる形になるかなというふうに考えております。ほんでそういういうにしてちょっとずつ,ちょっとずつ、ね、幅を広げ ていいくととう、ね、ほんであとメニューこれは表面的なことですけどメニューですねだからドライヘッドスパですねあの、まあ、ヘッドマッサージのような。えー メニューをね、こう、しっかりとこう作り上げるというところでですね、最初は、えー、リピーターの方にですね、えー、安い価格で、えー、モニター価格としてね、やあのー、受けていただいて、こう感想をこうフ,ィードフィードバックしていただいてですね、それでもっと改善改善重ねていって、で、表に出すという形にこうしていきたいかなというふうに思っております。そして、えー、僕が、えー、今のところ12キロ痩せているこれ、これを使ってですね、えー、ダイエットに苦しんでいる方にですね、その、 その人自身オリジナルのね、えー、ダイエット方法をこう、えー、僕とマンツーマンでこう作り上げていってですねほんでお客さんが、えー、最終的には、えー、自分一人で、えー、もしリバウンドするようなことがあったとしてもですねまた痩せたくなったら痩せることができるような、えー、実力をつけていただいて、えー、卒業していただくとほんで基本的にはその痩せたいという、えー、そのね えー、目標というかそういうものを達成した時に、えー、僕からこう卒業してもらうというところですねそういうダイエットメニューだから結果にコミットですよねいう形ですね完全に結果が出るところまで、えー、僕が面倒を見るというかマンツーマンで、えー、指導していくというか、えー、作り上げていきましょうと2人でそういう、えー、ダイエットコースをこう作ろうという、えー、それをすることによってまたあのお店の幅が広がるとであとはあのお客さんを喜んでいただく ためにですねその苦しんでいることがありますよねお客さんがね苦しんでおられること例えばですねそういう何かねその僕らの業界では治すという言葉は使えないんですけどもその お客さんに喜んでいただける状態に持っていくようなコースを作りたいかなとこれもね基本的には結果にコミットしたいかなという形は思っておりますそしてですねそれでそれが生態コースということでまたお店の幅を広げるというところですねでそういうことをこういろいろこう積み上げていってで、えー お店の幅を広げてどうなるかというところをこう見ていきたいかなと。 うんそれは、えー、僕の、えー、挑戦でもありますし、えー、しっかりやっていきたいというふうに思っております。ただ、えー、ちょっとニュースレーター全然作れてないんで、えー、まあまあちょっと不安はありますよね。その、えー、11月号を発行することができるのかどうかできなければ12月号にしないといけないんですけどもそのクオリティどうのこうのよりもね一回発行してしまうことの方が大事かなと思って りもしてますただ、えー、内容がペラペラやったら全然意味がないんでその辺もいろいろ考えておりますということです。ということで今日は、えー、お店の幅を広げるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます